なんとかまあ大竹が、ま、いけそうっていうイニング内容を証明してくれたんで、ちょっとこうチーム内の競争意識みたいなところはちょっと欠けてるよね。はい、長西祐希の虎の穴チャンネル。もうオープン戦もね終わっていよいよ開幕っていうところですけども、まあオープン戦の最後総仕上げ、ちょっと開幕に不安材料結構あんのかなっていう感じしますけどもね。今週の試合というかソフトバンクとオリックスの5試合をちょっと見ていけたらなというふうに思うんですけど、まず最終的にオープン戦阪神が3勝14敗1分けということで12球団の中で最下位という状態になってしまったんですけど、結果を受けて、まあ、予想外かなと思うんですけど、どうでした？昨年のね日本一っていうところを考えれば予想外でしょうね。まあ、調整とは言いながらもやっぱりこう12球団ダントツの最下位っていうところになるとやっぱちょっと不安材料あるよね。内容がちょっとね不安ですよね。最後はやっぱりオリックスの試合なんかでもやっぱりベストオーダー組めないっていうところは非常に昨年とはちょっと違うのかなっていう感じはしますよね。じゃあちょっと一試合一試合見ていけたらなと思うんですけど、まず3月19日の試合10対9で勝った試合ではあるんですけど、この試合の先発が村上投手で5回8失点という形に終わったんですけど、ここも少し心配だなと思うんですけど、村上投手いかがでした？いや本当にこう内容的にも悪かったし、かなりこう打ち込まれたんで、まあ、もう一回こう教育リーグファームの方でこうもう一回投げるチャンスあると思うんですけども、ちょっとこう内容的には本当悪かったと思うし、まあ、本人もやっぱりこういう結果だとなかなかこういい気持ちでこう開幕迎えられないと思うんでね、その辺はやっぱこう、まあ、ファームのゲームであってもやっぱこうしっかりと自分が内容を示して結果を出していってこう開幕のゲームに臨みたいっていうところでしょうね。まあ、火曜日のゲームにね。打線の方では森下選手と佐藤選手にホームランが出たりとか、まあ、ノイジー選手、小野寺選手にタイムリーが出たりとかっていうところ、いいところもあったかなと思うんですけど、その辺は見ていていかがでした？だ打線の方はね活発的に本当に良かったと思うんですけどね、そのあたりこうやっぱ森下もねやっぱ足首の故障とかあったんで、やっぱその辺がちょっと不安ですよね。その次の日の試合だったと思うんですけどですね、はい、この試合が0対4で負けた試合というところで、まあ、得点が、1得点もなかったっていうところですね。でこの試合の先発は伊藤投手だったんですけど、伊藤投手6回3失点というところで、まあ、伊藤投手もちょっと不安が残る結果にはなってしまいました。まあこの YouTube でもねずっと話してますけど、やっぱキャンプがちょっとこう伊藤本来のやっぱこうボールが来てない、球が走ってないっていうところがあったんで、まあ、非常にこうなんていうかな、まあ、やっぱり筋力疲労ちょっとあんのかなっていう、ずっと3年間こう、ね、ローテーションをずっと守ってきて投げたピッチャーなんで、そういう意味でこうちょっと筋力疲労きてんのかなっていう感じのところは感じましたね。伊藤が一番ピッチャー陣のこの6人の中では一番不安ですね。コンディション的にやっぱかなりこう疲れとか、ね、筋力疲労がやっぱ見受けられるし、ボールが本来のやっぱりこう球速でもないし球の切れでもないっていうところがあるんで、やっぱその辺がこう、ね、言うてもずっとこうローテーション1年間守ってきて160イニング、ね、ずっと3年間投げてきて、まあ、2桁勝てれるそういうピッチャーだったんですけども、ちょっと疲れとかその3年間の疲れが見える、去年の疲れだけじゃなくてね、だからボールが多分思うようにいかないな、いってないなっていうのは本人が一番感じてると思いますね。だからボールいかない分やっぱりこう自分の思ったところにこうコントロールできない、制球できないっていうところで、やっぱり一番いいこの、ね、懐のまっすぐスライダーっていうところはちょっとこう投げ切れてないっていうところがあるよね。この試合からこう大山選手もちょっと不調というかいうところで、まあ、試合欠場してたりとかっていうところも心配なところではありますよね。まあ、腰の張りっていうところなんでね、でオリックス戦も出てこないっていうところで、まあ、非常に心配ですね。じゃあ続いて3月22日の試合、0対3で負けた試合にはなるんですけど、この試合の先発青柳投手だったんですけど、青柳投手はいかがでしたか？まあ、青柳は最終のね調整っていうところで投げたと思うんですけど、できれば6回っていうところの調整だったと思うんですけど、まあ、4回でね降板しましたけど、だからイニング的にこうイニング的に球数的にこう投げれなかったっていうところで、ここもやっぱちょっと本来なら6回を目安で100球近くまで行きたいっていうところだったと思うんですよね。途中4回やっぱり降板というかね、マウンドでベンチのトレーナーを呼ぶようなそういう仕草を見せて、結局安藤浩一とトレーナーが出ていったっていうところで、結局4回で終わったんで、豆なんで、ね、まあちょっとね焼いてテーピングしてあれすればまあなんとか間に合うのかなっていう感じではいるんですけど、まあ、本来のイニング球数が投げれなかったっていうところがちょっと不安ですよね。投球内容的にはいかがですか？内容的にはね可もなく不可もなくっていう感じでしたね。絶好調でもないし、まあ、西川の
のホームランなんかね、特にこう、まあ、得意のスライダーがこう曲がりきれないような感じでこうホームランされたっていうところだったんで、内容的に60点ぐらいのこう投球内容なのかなっていう感じはしましたね。これはビシバシにいいなっていう感じの、そういう内容でもなかったし、球数がやっぱ放れなかった、でイニング的に4回で降板したっていうところで、ちょっとこう29日の開幕、まあなんとかね5イニングをしっかりゲームを作っていければ、まあ、最初のゲームなんでね、そうは6回7回とか言って無理はさせないと思うんで、もう5回をなんとかこうゲームを作っていけば、あとはリリーフ陣につないでいくっていう、そういう試合運びになるとは思いますけどもね。もう中6日なんでね、はい、足の豆の部分なんで、こうそうはまあね大事には至らないとは思いますけど、まあ開幕は当然青柳でいけると思いますけどもね。その後西投手が4回投げましたけど、西投手はいかがでした？まあ西もだからこの後ちょっと感覚は空きすぎるんで、もう一回多分ファームの方で投げると思いますけどもね、西もね。まあ西はまあさすがこうベテランというかね、両コーナーに投げ分けながらやっぱ打ち取っていくっていうか、西らしいピッチングだったと思いますよ。多分、ま、前倒れでちょっと急遽の登板だったと思うけど、まあその辺はねしっかりと投げれたと思うし、あとはもう本当ファームの方で一回もう一回投げて、4月4日かな西はな、でそこに今合わすっていうところでしょうね。じゃあ続いて23日の試合ですね、昨日の試合ですね、4対2で勝った試合というところで、この試合は大竹投手が先発だったんですけど、大竹投手はいかがでしたか？まあ大竹は本当キャンプからね肩の治療とかで出遅れてたけども、まあなんとかこう間に合ったかなっていう感じで、まあ70球投げて、内容的にも安打4本かな、ヒット4本で第2戦に間に合うかなっていう感じで、スローとしては両睨みで、まあ大竹がちょっとコンディション的に無理かなと思ったら2戦目門別っていう選択もあったと思うんですけどもね、なんとかまあ大竹が、ま、いけそうっていうイニング内容を証明してくれたんで、まあ大竹が2戦目行くでしょう。状態としてもまあ悪くはなさそうだったなと。まあ悪くなかったと思うんですね、はい、やっとこう腕も触れてきてチェンジアップも抜け出したっていうところがあったんで、内容的にも良かったと思うんですよ。まあこの試合は4得点というところで、前川選手のタイムリーと、まあ、佐藤選手のヒットと、伊藤選手の犠牲フライというところで得点がありましたけど、あとやっぱ中野がやっぱりね、35打席 6打席ぶりかな、2本打ったっていうところはちょっと一安心だったんじゃないですか。ちょっと中野がねずっと状態悪かったんで、まあ、この辺2安打したっていうところでちょっと一安心かなっていう感じでしたよね。うん、最終2試合でなんとかヒットが出てっていうところですね。そうですね、はい、でそれとあとは岩崎ゲラっていう感じでつないだけど、今シーズンはだからその打順によっては8回岩崎9回ゲラ、もしくは8回ゲラ9回岩崎っていう、こうダブルストッパー構想的な働きをするのかなっていう感じはしましたね。十分ゲラもこう3年前におったねスアレスのようなそういう働きをしてくれるんじゃないかなっていう感じがしますんで、相手のこう打順打線によって左右っていうところによって8回9回入れ替えるっていうことはあると思いますね。岩崎投手ゲラ投手どちらもこう状態が良さそうというか、もう2人とも、ね、安定感が、ね、そうですね、2人とも1人もね完全に3人でこうパーフェクトで抑えましたから、まあ、ゲラは本当にこう新戦力としては楽しみなそういう存在だと思うんですね。ボールが速いですよね、やっぱり。まあ球が速いし、やっぱりちょっとこう内野手出身なんでショートアームっていうところでね、まあ、制球にはこう本当に自信あると思うし、フォアボールとかで崩れるそういうタイプではないと思うんですよ。前評判で言うとこうフォアボールが多いというかコントロールが微妙だっていうところだったんですけど、キャンプからオープン戦ね実戦見てる感じではもうフォアボール全然少ないし、全然制球には自信持てると思うんですよ。では続いて今日の最終戦、オープン戦の最終戦が、2対5で負けた試合というところで、ピッチ先発が才木投手だったんですけど、才木投手はいかがでしたか？5回1失点という形でしたけど、そんなにいいっていう感じの内容ではなかったんですけどね。安打がやっぱり7安打というかヒット7本打たれてるんで5回で、このピッチャーはやっぱりこう奪三振率というのは非常に高いピッチャーなんで、それがやっぱ2しか取れてないってことは、やっぱ本来のこうまっすぐの勢いであったりフォークであったりとかっていうところがうまく決まってなかったっていうところで、5回投げたら逆に言ったら1イニング1個ぐらい三振取らなきゃいけない、そういうピッチャーなんで、まあ2個しか取れてないっていうところで、内容的にはまあ本来のまだ才木ではないと思うし、まあちょっとヒットがね7本っていうところでちょっと打たれすぎてるっていうところなんで、やっぱり球速球威っていうところでちょっと物足りなかったっていうところがありましたよね。このピッチャーは本当今年ね、去年は発症して今年一番こう岡田監督としてもこうなんていうかな目をかけてるし、1シーズンローテンしっかり守って一番飛躍してほしい、そういうピッチャーだと思うんでね、だからスタートが大事だと思いますよね。まあおそらく多分青柳、大竹、村上で3戦目3ついくと思うんでね、まああとは実践的にねこう小刻みにこう3分の1ワンポイントみたいな感じでこうリリーフ陣につなぎに行ったけども、ま
キャンプがずっと言ってた岡の目は非常に本当に安定感あるし、ここはやっぱ大きなこうリリーフ陣のピースとしてやっぱ入ってくると思うし、あとちょっと柴本石井がねちょっと内容的に不安材料はあったかなっていう感じですよね。この柴本も石井もこう昨年まで抑えていくっていうピッチャーだったと思うんですけども、特に石井がもう一つこうボールが来てないのかな、150キロ超えてこないのかなっていう感じはしますよね。だから今その石井に代わるまあ役割として岡の目が今年は働くのかなっていう感じはしましたね、このゲーム見てて。島本はまあな、どっちかというとまあゲーム入ってきたらまあ度胸で投げるそういうタイプなんで、ある程度ゲーム入ってきてこう厳しい状況とか厳しい場面になればなるほどあの投げっぷりのいいピッチャーなんで、そこはまあ公式戦本当に入ってきてこう状態をちょっと見極めていきたいと思いますね。だから7回岡の目、8回岩崎もしくはゲラで、9回どっちかっていうところになると思うし、でも万が一5回で終わった場合は6回のところを島本だったり梶谷だったり石井だったりでこう小刻みにつないでいくという、まあ切り式も含めてねっていう展開の野球をしていくのかなっていう、つなぎをしていくのかっていう感じはしますよね。一応オープン戦全部振り返ってみると、こうなんかピッチャー陣も期待していたほどのこう成果が出なくてっていうところもあったのかなと思うんですけど、新戦力っていうところの部分になるとやっぱり先発はねいつもの顔ぶれの6人だし、まあゲラぐらいかな、新しくこう新戦力として加わったっていうところは、まあ安いにしてもこう新たなねこう戦力っていうのがないんで、ちょっとこうチーム内の競争意識みたいなところはちょっと欠けてるよね。その中でも前川選手は一歩引いてたというか、うんうんはいはい、開幕のスタメンっていうところが確定してそうな感じがしますけど、まああると思いますね。当然もう右の戸郷なんでジャイアンツはね、そういう意味ではもう森下のこうやっぱスキルの状態とかもあるんで、まあ前川がスタメンで3番で出てくるっていう可能性はあると思いますよ。まあそれだけ状態もまあいいんでね、あとはだからまあ大山がのそのね腰の張りとかその辺の具合がどうなのかなっていうところはありますよね。あと近本選手も、ね、そうですね、うん、だからまあできればだから昨日今日まあ23、24のこのオリックスの2試合最後の2試合3試合っていうところはやっぱりベストメンバーベストオーダーでこうどう見たかったところだと思うんですけども、近本も外れ森下も外れ大山も外れっていうところだったんで、ちょっとこう開幕不安っていうところはあるね、29日からの開幕でやっぱり1勝2敗じゃダメだと思うんでね、ジャイアンツからするとやっぱり18勝6敗でね貯金12個も一番作ってもらったそのジャイアンツに対してやっぱり最初負け越してスタートはダメだと思うんだよね。やっぱり最初からもう3立てもしくは2勝1敗で、あ今年もタイガース手強いなっていうぐらいの感覚でこうスタートしないと、まあ、昨年やっぱ京セラでヤクルト3立てしていいスタート切ったように、やっぱりこう各チームのその5球団当たるまで、あ今年もタイガースやっぱ手強いわみたいなところの展開的にちょっとしんどいのかなっていう感じを思わさなきゃいけないと思う。やっぱり最低でも2勝1敗っていうスタートは切っていきたいところですよね。スタートダッシュなんでやっぱりね、やっぱり投手力でそのドイツカード3連敗はないだろうっていうそれぐらいの投手力なんで、やっぱり当然昨年12球団ナンバーワンのやっぱり 2.66 という防御率を上げてるそのスタッフなんで、まあ昨年だから3連敗とかね、ドイツカード3連敗とか連敗っていうのが交流戦まではなかった戦いをしてたんで、だからそれはやっぱ投手力のやっぱ安定感安定性っていうところはね大きいと思うんで、ここはやっぱり最低でも勝ち越してスタートしなきゃいけないと思いますね。だからここにまあ大山が出れんのか近本が出れんのかっていうところだとちょっと不安ですよね。やっぱり当然やっぱり各チームのマークってさ1番2番なんでね、1番2番のやっぱ近本中野にかなりこう1シーズンやられたっていうところがあったと思うんで、近本はコンディション的に良くないね、中野は技術的に良くないっていう風になってくるとちょっと不安ですよね。だからねこの辺は森下選手もね今日の試合で最後出てたりとかっていうのもあったので、うん、そこのスタメンも前川選手と森下選手が出るのか梅津選手と前川選手が出るのかみたいなところで、その辺ってどう見てますか？いやまあ森下がその足首の状態が良ければ森下が3番でライトで出ると思うし、で前川は多分レフトで出ると思いますよ。東郷なんでやっぱり相手がね、うん、前川使うと思いますよ。あとキャッチャーのところで言うと土曜日からね、梅野選手が動物園出てっていうところありましたけど、はい、梅野選手は間に合いそうですか？まあ、そうですね、梅野がだから実戦こう、ま、あの出てきたんでね、まあ、ここは併用で行くと思いますよ。西であったりね佐伯であったりっていうところは梅野が行くと行くかもしれないですよね。ということで、まあ、こうオープン戦終わって、まあ、これからは練習とかで調整するって形にはなるんですかね。もうあとは本番ムードで
まあ、27には東京に移動すると思いますから、本番モードでこういかにね緊張感を持って迎えられるかっていうところじゃないですか。昨年スタートダッシュが良かったから最後までこうなんていうかな、落ち着いたそういう試合展開ゲーム運びっていうのができたと思うんで、特にこのジャイアンツ3つは今年もタイガース手ごわいぞっていうところを最初に見せないといけないと思います。ということでね、皆さんこの開幕3連戦はどのような戦いになるか、またコメント欄の方によろしくお願いします。そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。